去年の竜巻の被害がここまでとは。向こうに小さな集落がありました。頼めば一夜の宿を提供してくれる家も見つかるとは思いますが。いや、我らが押しかければ迷惑をかけるだけだ。野宿でよい。一夜の寝床としては十分だ。どうしました、姫様。ボルタ、ここは遺跡のようだ。アスガード時代のものでしょうか。どうだろう。がこれを見たらきっと大はしゃぎですよ。天意見聞録に書かれてあることは全部本当のことなんだって力説してましたからね。クレムに天意見聞録を勧めたのは私だ。すると姫様も信じておられるのですか、同志の存在を。もしいるのなら私も会ってみたいものだよ、同士に。姫様がお呼びだぞ。ここは私が代わる。お願いします、父さん。お前らの中で剣の試練に挑戦したいってやつはいるか。お呼びでしょうか。お前の叔父がグリエルで医師を務めていたな。はい、マルトラン先生。やはりクレムが適任であろう。あの、先ほど天文学者のドレイク教授が奇妙な雲というか霧を発見したと報告に参られた。それは風が吹いても流れず、雨が降っても消えず、ずっと上空にとどまっているというのだ。その場所というのがどうもグリエルらしい。それで私を。ここ数年ハイランドは異常気象続きで、各地に農作物への被害も出ている。不調などを訴える者がいないか調べてきてほしい。はい、わかりました。よろしく頼む。では早速。姫様、姫様からいただいた天意見聞録、今では私の宝物です。気に入ってくれて私も嬉しい。どういうことです。聖剣祭のために訪れた若者たちから徴兵するなんて、それはあまりに暴論です、マティア軍機卿。お待ちくだされ殿下。隣町マーリンドで発生した疾病が流行病の疑いがあるのであれば、軍の派遣は当然のことかと。軍の派遣と兵の補強とでは話が違います。いや、違わない。もし治安部隊の派遣ともなれば、どこから兵を割くというのです。殿下が率先して若者たちから幽谷の死を募るべきではないですかな、王女の名のもとに。なるほど、もともとその思惑があって聖剣祭の開催に賛同したのですね。王族の一人として申し上げます、聖剣祭は決して戦争の道具にはしません。
霧が濃くなったとは。どういうことだ。わかりませぬ。ですが姫様、霧は以前より増して不気味に、さらに禍々しくなっているように感じます。私には何かよからぬ前触れのような気がしてなりませぬ。クレムの後を追ってグリエルへ向かってもらえるだろうか。承知いたしました。ガネット、クレムがグリエルへ出立してどれくらい経つ。かれこれ2週間ほどかと。遅すぎる。姫様。タオ、どうした。なんだお前たちは。誰の差し金だ。そこまでだ、引け。タオレオ、俺はまだ。お前の叶う相手じゃない。やるねえ、お姫さん。なぜとどめを刺さなかった。十分刺せたはずだ。それは偽りの精錬さか、それとも何の話だ。答えろ。グリエルに行ってみるだと。クレムが心配です。行くというのならそれは私の役目だ。クレムは私の弟子だからな。いえ、先生にはこのまま聖剣祭の準備を進めていただきます。一時であれ中断したくありません。なぜそこまで聖剣祭にこだわる。本当にこの聖剣を引き抜く者が現れると信じているのか。湖の乙女が守る聖剣を抜いた者が同志になる。これはあくまで伝承。私はただこのレディーレイクに芽生え始めた明るい兆しを絶やしたくないだけです。クレムのやつ、遺跡探検に夢中だったりして。遺跡探検？あれ、タオは聞いてない？グリエルにはレディーレイクの遺跡にも劣らない古代の地下水路がある。そうなのですか。子供の頃からよく探検しに行ったって自慢してたな。ったく、そんなことだったら承知しないぞ。それならそれでよい。無事なら。みんなも。クレムから緑の房が宝石のように美しいと聞いていたのだが。これではマルトラン様に土産を持ち帰るどころじゃありませんね。アリーシャ様。ダメだよ坊ちゃん。すまない、そういうつもりじゃ。許してくれ。決してそなたのものを奪おうとしたわけではない。見慣れない顔だな。よそ者か。失礼な。このお方を誰と。身分などよい。そなたに聞きたい。
あの霧はいつからあの場所にあるのだ？目に入るようになったのは最近だが、もうずいぶん前から。いや、気づいた時にはあの場所にあった。気づいたらあの場所に。お姉ちゃん、これ。はい。ありがとう。まずは警備隊の屯所へ顔を出すとしよう。クレムも立ち寄ったはずだ。クレムさんならいろいろと町を見回った後大丈夫か？すみません。クレムさんは北の樹海の方へ行くと出た霧です。北というと霧の立ち込もる方だな。はい、姫様。あの霧は何なのだ？わかりません。気づいた時にはあの場所にあって、知らない間にあの大きさに。これまで何度か見に行ったのですが、特に変わった様子はありませんでした。一つ聞きたい。そなたはこの町の様子をどう思う？それにしても活気がない。タオ、お前はここに残ってくれ。このまま町の散策を続けてほしい。わかりました。姫様は？北へ、樹海へ行く。循環することで世界の均衡が保たれている。今はその均衡が崩れていると。人はかつてこの地を司り、目には見えないものを崇め共に歩んできた。人は人のみで存続してきたわけではない。それを忘れたおごりがこの時代に降り注いでいる。そう私は考えている。もし地脈を見つけることができれば、
その秘密がわかるかもしれない。混沌の扉を開こう。
て行こう。探す答えたやすく見つかりはしない。初めから分かってて踏み出したんだ。何